2022年2月26日から3月1日無人運航船の実証実験が行われた。まあ、我々今回東京湾から伊勢湾この間を実証実験を行います。今回の航路に含まれる東京湾は世界有数の交通量があり海上交通の難所と言われている。この中を、まあ、無人の機能を使って航行するということは非常に大きなチャレンジだと思っています。現場には技術面での課題や人間の能力面での課題、労働力での課題があると思います。また新たな技術を投入して社会構造に変革を与えるためには環境整備も必要です。現場をはじめとした関係者の方々が楽しく働けて、そして全ての人々の生活が安定した継続的な社会につなげられたらいいと考えています。これは無人運航船の普及を目指す者たちを追いかけたドキュメントであり、現場の視点から見つめた無人運航船の未来である。ディファスプロジェクトはめぐり2040の枠組みの中で進めているプロジェクトでございます。日本財団が2020年に立ち上げた無人運航船プロジェクトめぐり2040発足の理由について常務理事の海野氏はこう語る。今日本全体でこの社会課題となっているのが少子高齢化、それと人口減少と内航海運にも影響を及ぼしているというところがあって、一番大きく影響を及んでいるのがやっぱり船員さんなんですね。一人当たり の, この労働負担、これが非常に今多くなってきているという。でそれともう一つ一番大きなあの要因というのはやっぱりあの海難事故の7割から8割が人為的要因、要はあのヒューマンエラーで起きているというところがあります。事故を限りなくゼロにしていくというところにおいてはやはり無人運航、要は人の判断に頼らない機械に任せられるところは任せると。我々がこのめぐり2040に参画させていただくことにあたり掲げた目標は社会実装です。無人運航船を含めた自動運航船のグランドデザインを描く一過性の取り組みとして終わらせないということを意識して社会実装を目指して進めています。プロジェクトの名称にはそれらの思いを込め DIFAS デザイニングザフューチャーオブフルオートノマスシップと名付けております。社会実装という目的のため船首、船舶運航、船舶管理、造船、舶用メーカー、気象情報、通信、保険、シンクタンク、IT ベンチャーなど日本を代表する多種多様な企業30社が集結した。このオープンイノベーションがディファスプロジェクトの大きな特徴である。技術の標準化、安全基準の策定、社会実装のプロセスといったコアルールを技術開発と同時に進められること、そして各社の知見を持ち寄ることにより技術の総合力が格段に上がることがオープンイノベーションの価値だと思います。ディファスプロジェクトでは無人運航船の社会実装を見据え、気象海象は変わる、機関では不具合が発生する、通信は不安定になるという船舶運航の現状を前提としてコンセプトを設計しシステムを作り上げた。その具体例の一つが陸上支援センターである。ディファスでは安全な無人航行のためには陸上からの支援が不可欠だと考え、無人運航船に必要な機能を網羅した包括的なシステムの開発を行った。その内容は自立機能を司る船舶側システム、情報収集、監視、分析機能はもちろんのこと、遠隔操船機能、機関異常予知機能なども有した陸上側システム、船陸間における安定した情報通信維持を司る通信システムの3つである。その開発はこれらのチームで行われた。その手順は各開発工程ごとにリスクアセスメントによって洗い出されたテスト項目の評価を行い、その結果を設計に反映して品質保証する V 字プロセスで進められた。システムコンセプトについては
システムを使うユーザーである会議者と人間の心理や認知の専門家たちによって話し合われた。船でどのような事故ですねが起きているかっていうのをしっかり捉える必要があります。今回の DFAS の実証でも通る浦賀水道とか交通がこう複層している海域においては人間の弱点が如実に現れるというのがまあ明らかなんですよね。処理能力が遅いというところも大きな弱点なんですよね。あと並列処理が苦手であると、何が原因でどの原因にアプローチしたらそういう状況を収められるかというのが、まあ、その全体を通したコノプスでありリスクアセスメントのそのものであり中核なんですよね。じゃあこの機能にはこういう対策が必要であろうとか人間のマニュアルが必要であろうとかトレーニングが必要であろうとかっていう対策を設定して図式化してビジュアル化してそれによってDFASのあのパートナーの方々にこのように作ってくださいというものの素地が構成されたというのが、まあ、あの全容ですね。ここからは7つの技術開発チームについて説明する。まずは無人運航船のシステムの中核を担う自立航行機能である。私と私のチームですねが担っているのがこのDFASの中の自立航行機能という部分になります。人間でいうと目と頭になる部分になりますね。フルノ電機さん、こちら側の目の部分になるんですけれども、相手船とかですね、障害物とかあとは風とかですね、センサー情報を集めてきます。当社の方では自立航行の中核となる、センサー情報収集統合機能の性能出しを行っておりますが、今回新たに搭載したあのミリ波レーダーや、カメラといったセンサーとこのターゲットの情報をいかにこう効率的に統合して衝突リスク分析や飛行操船につなげていくかといったところが目標となります。今回DFASプロジェクトのために3種類のレーダーが用意された。3つの異なる周波数帯域を用いることでより正確に多線や岩礁などを捉えることが可能となる。ミリ波レーダーはですね、従来の航海用レーダーと比べてあの、高い周波数を使っていることによって小部標を的確に検知できるといった特徴がありまして、今回のその自立航行でも実践周辺の小さいターゲットですねを的確に検知探知してあの飛行を安全に飛行を行うために搭載しております。でその集められた情報を海洋科学が開発しているソフトウェアによって、判断して船を避けたりとかですね、そういったことをしていくということで、弊社が開発している部分は自立船システムの中の判断タスクを担うソフトウェアになっておりまして、アルスと呼んでいます。人間でいうところの脳みそ部分になるものです。アルスというのは時々刻々と変わる環境に合わせて飛行しなければ本船が危ないという状況になった時に短期的な航海計画を作って船を避けていく、その他船を認知して新しいルートを作る判断能力を有したモジュールとなっております。こちらの画面はいわゆる好ましさモデルというものでして、このアルスの心臓部分にあたるアルゴリズムを描画したものとなります。この好ましさモデルは別の言葉で操船者の気持ちをですね、数値モデル化したモデルと言われております。好ましさモデルの横軸は変身度、奥行きは速力、高さが好ましい操船方法を表している。このグラフの場合スピード 100%、 つまり現在のスピードを維持して右側に4度舵を切るのが最も好ましい操船ということになる。アルスは過去の膨大な量の航跡情報などをもとにその時々の最もふさわしい操船方法を示すシステムである。このアルスによって導き出された最適な航路は行動計画を策定するためのユニットに送られる。 APU はですね、アクションプランニングユニット、行動計画のための装置になります。情報分析統合と意思行動決定ですね、をしていくためのユニットになります。
またあのセンサー、レーダーから入ってきた情報をそこの上に頂上したりであるとか、今から何分後にここにいます、今から減速したらここまでです、増速したらここまでですというふうな線を出してあるとかですね、この船はこう来てるからここら辺が、衝突するエリアですよ、だから避けた方がいいですよとかいうところを、伝えていくようなマンマシンインターフェースとしての工夫というのが随所施されているのかなというふうに思っています。このように先端技術のセンサーで周囲の情報を集め、他船などを飛行するルートを導き出すのが自律航行機能の役割である。続いて制御機能について説明する。DFAS の頭脳である、ARS あるいは APU といった機能があります。この2つからです送られてくる航路の指示あるいは、スピードの指示、それに従って、船をコントロールする、それが、制御機能の役割となります。船の、入出航、スピードが遅い時の制御をする DPS という機能システムを作るのが BMAC さんの、担う部分でございます。 APU からウェイポイントという形で、こういうふうに走りなさいという指令が来ますので、それを DPS の中で、計算をしてですね、どういうふうに船を制御すればいいのかといった指示を出します。もともと DPS というのはダイナミックポジショニングシステムというものの略称になりまして、主に、海上で定点にとどまるための装置だったんですけれども、今回は自動航行というところで、定点保持ではなくて航行させなきゃいけないという役割がありますので、舵をどう使えばいいのかですとか、あとはエンジンを使ってどうプロペラを回転させればいいのか、あとはバウスラスターを使ってどういうふうに船首方位を変更して保持すればいいのかというところを研究してきました。例えばですけど、44、45から45、46にかけてはちょっと右に変身をするルートが来てるんですね。で、通常の航海であればここは舵の制御だけでいけます。ただDPS が制御をする低速の状態ですと舵の利きが悪くなりますので、そういった時はこの舵で船首にあるバウスラスターというものを制御をしてですね、この船を右あるいは左方向に旋回させるといったような動きをします。一方でより船速の速いですね、沿岸航行いわゆる通常航海中の制御を担うのが東京計器さんのオートパイロットとなっております。弊社かなり昔からですねオートパイロットを開発をしてまして、今回も新しいオートパイロット PR9000 シリーズというのを本船の方に搭載させていただいてます。基本的に運航上さまざまな気象条件か海象条件いろいろな条件があると思うんですけども、日々それらは変わっていきます。そうしますと、それを船体に、影響を与えますので、そちらを、学習してですね最適にその舵を切ることによって、スピードを落とさずに、省エネという観点もあるんですけども、その航路上を走らせるということが一番重要な機能になります。制御機能、自律航行機能との統合試験が繰り返し行われた。ちょっとまだ遅い。試験では各機器を実戦に近づけるためにシミュレーターが使用された。で、このサイバーシーというシミュレーターを使いますと、波であるとか風であるとか潮流であるとか、海の航行環境を再現することができます。特に力を入れた部分が船のモデル、船体のモデルの部分でございます。で、このモデルが実際の船と近い動きをしてくれると、制御機能を開発する BMAC さんなり東京計器さんが非常に陸上試験の段階でシステムを作り込むことができる。で、今回ですねそのような実際に近い船のモデルを作るために水槽試験であったり、さまざまな計測を行いまして、このサイバーシーの中の船のモデルに反映させております。このように制御機能は
シミュレーションを活用しながら改良が進められた。そして各社が開発したシステム同士をつなぎ、船と陸の間を結ぶのが通信インフラの役割である。まず船の中のネットワークについてですけども、これはですね、今回ディファスのプロジェクトの中で新しく開発したですね、航海系のシステムであったり機関系のシステムとか、そういったものをですね、船内でネットワークでつないでですね、それぞれの自立運転、無人運転に必要なデータをスムーズにですね、またセキュアにやり取りできるように、ネットワークを構築する、設計して構築するということが一つあります。でもう一つの船と陸のネットワークですけども、船がですね、陸上に近い時はですね、携帯電話の電波を拾うことができますので、その電波を使って船と陸上でデータの通信をしています。でただ船がその陸からですね、離れていってしまうと携帯電話が通じなくなるのと同じようにですね、モバイル通信の電波が拾えなくなってしまうので、スカパー JSAT さんの衛星通信の回線に自動的に切り替わるような仕組みになっています。船の中で作られたデータをきちっと今陸側と共有をするということをやってますので、船で取られたデータを間違いなく確実にこちらに届けるというシステムを、衛星通信の部分で今弊社が今役割をしているという形になっています。 VSAT っていうのはまさに衛星通信の機器で、衛星に向かってアンテナがついている機器になります。で弊社が今衛星を保有してます。実は18機持ってまして、衛星から見える地球の範囲であれば、それこそ海の上であろうと空の上であろうと、実はインターネットにつながるっていうのが衛星通信のすごい強いところですので、それを生かして今やっています。今回それに加えて携帯電話ですね、携帯の LTE 網を使いまして、衛星と LTEどちらか品質が良い方を選択して使うということで、よりこう通信の品質を高める、その選択するロジックの機械を今回新しく開発するというのがドコモ側の担当になっています。 NTT コミュニケーションズは全体のネットワーク設計の部分を担当してまして、船における各社さんのネットワークの設計と陸のネットワーク設計の部分も担当しております。ものすごい数の会社さんがおりまして、通信する端末もものすごい数がありますので、各社さんどんな通信をしますかということをヒアリングするのとともに、通信が混ざらないようにしっかり健全性安全性を保てるようにネットワークを分けて、必ず混ざることがないような形にして、安全にこう通信をしていただけるような形にネットワーク設計を今回しております。ディファスプロジェクトにおいて重要な拠点となるのが陸上支援センターである。陸上支援センターの役割は、無人運航船を監視する、あとはですね、支援するというものが役割がその2つになっております。今回もちろん各社さんはもちろん関係者の方よりので、その辺あたりのですね、意見を聞きながら、具体的な装置のデザイン、配置の設計とかですね、実際にこの、スケッチの後にですね、モックアップをちょっと作りましてですね、関係者の方にですね、具体的な細かなこうアームチェアにある装置の配置だとかですね、の位置を確認いただいて、2021年4月幕張で陸上支援センターの建設が開始された。5月、陸上支援センターが完成。今回のプロジェクトだと、動作のステータスによって色が変わるとかっていうのがあるので、それと連動したらどうかっていう話があって、そのステータスに応じて変更するっていうことを今、この LED のラインのところで出しています。2021年6月22日ディファスプロジェクトの参加メンバーが一堂に集まった。緊急事態宣言も解除されて、夏も本番に向けて、冬に入ってますけども、夏に向けて進んでおりまして、いよいよこのディファスプロジェクトも陸上支援センターで、統合試験を行えるところまでやってきました。ここから9月の半ばぐらいまで統合試験を行っていきますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。陸上支援センターは、統合表示ブロックと非常対応ブロックの2つに分かれている。
無人運航船の通常運航時は陸上船長や機関長は統合表示ブロックでモニタリングを行う。まあ、陸上で得られる、まあ、様々な運航に必要な情報を、表示して見えるようにするのと、まあ、初期計画航路を作成するという機能を持ったりする、まあ、航海、計画作成機能だったりとか排気象情報を、表示して、陸上から支援するといった機能、さらに排気象情報を使った分析機能ですね、そこはウェザーニューズ様と連携してですね、一緒に作り上げてきたと。弊社では従来、外交商船に対しまして対応ですね、太平洋であったり大西洋を横断するための、航海情報をご提供しております。この中では気象データとしましては、波、風、海流を使っているんですが、その解像度がディファスに対しては日本沿岸で無人運航をするというためにかなり高解像度化を図る必要がありました。で具体的に言いますと、7.5 秒メッシュという、まあ、250メートル四方解像度ですねに、作り直して作って、データをご提供しております。統合表示ブロックでは海図情報だけではなく気象海象情報、船舶の位置情報、事故情報など船陸のさまざまな情報が取り込まれ、それらを分析することにより船舶の安全・効率運航に必要となる情報が表示されている。エンジンの状態など機関部分のデータを陸上で受け、機関長が遠隔で判断できるシステムが遠隔機関機能である。本来ですね、船の中には、機関制御室というのがありまして、その制御室の中でですね、機関長とエンジニア、機関士たちがですね、エンジンのモニタリングをして、トラブル発生時にはそれぞれ判断対処をしているんですけれども、その機能をですね船の中から持ってきて陸側でオフィスの中でそういった判断ができるようにすると、そういうことを目的として遠隔機関機能を作ってきました。 IAS といわれる遠隔の機関監視システムの開発を担当しておりまして、エンジンのデータですとシリンダーの排気温度でしたり、あとは燃料配管の配管内の圧力と、あと発電機の発電力であったり、あと周波数などを集めております。仮想の船の部屋から異常が起こったところを想定したダミーデータを送ってやりまして、でそれのダミーデータのエラー情報を見て正確にその原因を陸上機関庁が推定できるかどうかといった、そういったシナリオ試験というのを行いました。さらに機関の異常を予知するシステムについても開発が進められた。日本郵船ではですね、2014年頃からですね、本船の機関プラントの運転データだったりとかですね、例えば本船のスピードとか位置とかといった航海系のデータなどをですね、本船上で集めて陸上のサーバーに送って、それらのデータを活用するという取り組みをしてきました。次のステップとしてですね、モニタリングをしていますので、そういったところで異常を発見するのが主目的なんですが、そういったことをですね、人間に代わって、システム機械がですねできないかと、そういった発想をもとにですね、その異常検知システムという検知ロジックをですね、開発してきました。船や通信に異常が生じた際に行われる陸上からの支援が遠隔操船機能である。自立システムはそのコアになる部分はその環境に応じた行動の変更ですと、要は経路の計画の変更ですと、で通常はそれを本船側でやるんですけれども、何かあった時にそれができませんでしたと、情報が得られなかったとか、何か障害が起きたとか、そういった時に計画を立てることができなくなるので、人間が周囲の状況を見て判断して、計画を立てる部分を代行すると、それが遠隔操船機能の一つのやり方ですと。それがもうできませんと、もう人間が見ているだけではダメですとなった時に、実際人間が手を取って、操船に介入していくっていうのが遠隔操船機能になります。船や通信に異常が生じた際には陸上船長は非常対応ブロックに移動し遠隔操船を行う。遠隔操船機能にも
各社のテクノロジーが結集しており、陸上船長が座る椅子からは本船の周囲360度の映像をモニターで確認することができる。手元にあるのは 3D バードビュー。他船との位置関係を視覚的に分かりやすく表示し、操船戦略に役立てることができる。その他、航行ルート情報、次船情報、通信回線情報、アラート情報など、通常船舶を操船する上で必要となる情報が集約されている。これまで紹介してきたようなディファスシステムをまとめて管理し、自立航行が可能かどうかを常時判断するのが情報管理機能である。情報管理機能というのが今回、ディファスシステムで、CIM と呼ばれるあの名前のシステムになるんですけど、ディファスシステム全体として、どういう状態にあるかを判断して配信するという、そういう機能を持ったシステムになります。4つの状態を、4つのそれぞれの色で表しています。1つ目が、ノーマルで、あの正常状態を表すあのグリーン。次がアクティブモニタリング、陸上の方で、状態を注視するという状態でして、コーションを表すあの黄色。次に、リモートフォールバック、こちらは、警報状態を示すあの赤色で、最後に、インディペンデントフォールバック、警報よりさらに悪い状態の方を表しておりまして、紫で表現をしています。ステータスの色が黄色から赤に変わると、操船権は船舶側から陸上側へと移り、遠隔での操船が必要となる。無人運航船はこれらのシステムが互いに連携し合うことで、初めて安全に走ることができるのである。リファスプロジェクトの7つの技術開発は、コンセプト設計の段階からリスクアセスメントが並行して行われてきた。もう私はそのもともとヒューマンファクターが専門だったというところもあって、そのリスクアセスメント その手法とか手順 その大枠について、とあとはそのヒューマンファクター的な知見から、その人間が介在するタスクでどういうリスクがあるかというところを中心に検討をしているという立場です。特に自動運航船って全く新しい分野なので、決められた手法というのが実はまだ確立されてないんですね。なので、どのようにリスクを洗い出して評価をしていくのか、その検討の考え方の枠組みですとか、あとはその手順の枠組みについても一から作って、それに基づいて検討を進めるという。私は実はもともと日本郵船株式会社 の航海士として入社しまして、7年弱ですかね、実際に外航商船にとって航海士の仕事をしていました。そこで得た知見と思ってですね、実際に会議者の方が、陸上のオペレーターになると仮定して、彼らが実証機を使って、それらのですね、いかにミスが起こりにくくって効率的に使えて、そして何よりも快適に操作することができるかどうか、そういったところの課題の洗い出しみたいなことを実施しています。私はどちらかというとシステム全体を見た時のシステム間の相互作用とか、創発的に起こるような現象とかに由来する危険性をどのように抑えていくかという観点で評価に携わっております。スタンプという手法を用いてシステム全体のリスク、そこにで発生しうるハザードというものを抽出をして、でそのハザードがの影響を小さくするようなバリアをどういうふうにシステムに持たせるかというところを考えて、でそれを陸上統合試験での試験項目にして、そのバリアがしっかり機能しているかどうかというところを評価することによって、システム全体の安全性を担保しようとしているという状況でございます。ディファスプロジェクトにはシステムコンセプトの段階からご一緒させていただいておりまして、船級協会という第三者の立場から、リスク評価等も含め、各開発段階における安全性の検証を一緒にやらせていただいております。現時点では国際的に定められた安全基準というものはまだございませんが、
私どもがこれまで船級協会として培ってきた安全性に対する知見、これらを活用することで、ディファスプロジェクトで開発されているシステムの安全性の検証を行っております。また各種試験にも一通り立ち会わさせていただきました。これは私どもからお願いさせていただいたことでして、大規模システムとなる自動運行システムを開発する過程において、どの段階でどのような検証が可能なのか、こういったところを感覚として掴んでおきたいといったことが主な趣旨となります。無人運航船に対するリスク評価をどのようにしていくのかというところが保険会社の役割と理解しております。保険会社が蓄積している事故データであったり、事故対応時のノウハウを活用したアドバイスであったり、助言をする中でリスク評価をどのようにしていくのかというところが重要かなと思っておりまして、社会実装につながる取り組みと理解しておりますので、損保協会を通じた業界全体の取り組みが必要かなと考えておりまして、各社とも連携しながら取り組みを進めているところでございます。このように多角的な視点でリスクアセスメントを検討することにより、各開発システムの安全性を追求しているのである。2022年2月に行われる実証実験では、内航コンテナ船の朱雀が使用されることになった。内航の船員さんってだいたい2万1000人ぐらいいるって今言われてるんですけど、まあ、そのうちの半分以上が、まあ、半分近くといいますか50歳以上っていうことですよね。このまま行けば必ずな、まあ、船がどんどん止まっていって、まあ、荷主さんなりオペレーターさんに、まあ、迷惑をかけるっていうことになるんですけど、まあ、その分を機械が補うっていうことであればですね、対応していけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。朱雀っていうのは一番、まあ、ポピュラーな船型であり、で、まあ、出入国の回数が多いっていうところが、うちとしてぜひこの船でやってほしいっていう思いがあったっていうことなんですよね。2021年12月これまで開発してきたシステムを朱雀に積み込む改造工事が行われた。難しい課題がありました。すでに完成している船に対して基本的にはその予備のスペースというのはないんですけども、そういった中にさまざまなセンサーであったり、今回新しく開発していただいたさまざまな航海機器をその場所のない中どこに取り付けるかというところが、まあ、まず一つ設計の上では皆さんと調整しながら進めていかなければならない技術検討になっていました。大きな特徴の一つはコンテナの中にあらかじめシステムの心臓部分をですね、主要機器を格納した上で搭載したっていうような手法になります。コンテナの中に開発された各システムのサーバー類を格納、各システムの調整、セッティング、状態監視ができるモニタールームが設置された。これまで世の中になかった全く新しいシステムをですね、やはり船に搭載して、きちんと動くように仕上げるというところで、そのシステムそのものの機能だったり、動作、それから構成なんかをやはりきちんと把握した上で、船に搭載するための設計というのを行っていきますので、サンワドックの仕事、まあ、一言で言うと、各種船舶の修繕および改造というふうになっているんですね。今回の工事で難しい点というのは、やはりもうすでに出来上がった船にいろんな機械を、とかパネル類とかを、適切に搭載をするということが、まあ、詳細設計上も、施工上も難しいところだと思います。我々お客さんと近い立場で割と仕事をしている修繕ドックですのでね、荷物も船もあるのに船員がいないから船を止めざるを得ないというような話もちょっと聞こえたりするような状況なんですね。やっぱりこの自動運航システムが、まあ、船会社さんとか船員さんの利便性とかですね、負担軽減にこうなればいいなというふうに思ってます。それが一番ですね。はい。2022年1月、
洋上試験が始まった。今回搭載した機器が想定通りしっかり動くかっていうところを確認させていただいています。実際の航海を想定し、タグボートを使ってさまざまな見合い関係の飛行テストを行う。お願いします。では、チーフ航行スタートします。はい、ノーフォローアップ。はい、リファシステム用意テイク。はい、オンにしました。はい、オン。はい、船もいよいよ自動化になるんだって思った時、まあ、ちょっと僕らの仕事もなくなるんじゃないかって思って不安はあったんですけど、それ以上にもう60代70代がもうあと10年以内にはみんな引退していくと思うんで、もうそういう時までに、要は3人乗らなくても2人だけ乗ってて、あとちょっとの間だけこう無人運行で走れる時間とかができれば、まあ、ちょっとでも良くなるんじゃないかとは思うんですよね。なかなかことが ちょっとかわしすぎだなこれな。僕が操船したりとか、要は岸壁つける離着岸とかそういうののデータをパソコンに取ったりとか、要はどこまで来たら危ないとかさ、そういうこう人間の感覚をまず作る段階の人に教えて、自動運行システムを使ってても安心できるようになればいいんじゃないかなと思って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。遠藤船長のコメントをいただきながらですね、まあ大体そんなもんであるとかですね、まあもうちょっと近くでいいとか、もう少し距離が欲しいとか、それぞれの関係についてもらいましたので、それはパラメーターで、調節をかけるというようなところでございます。まあ、ターゲットを送り込むところで、どうしてもやっぱり、まあ、分裂してしまう時があるんですが、まあ、これ、こちら側で もはや分裂してませんよ、もう統合しましたよって言ってるんですけど、まだアルスの方で、まあ、デドレゴしたような形で持ってしまっているのかなというのがあって、まあ、こうやって各社さんが、まあ、基本的にはあの競合他社さんとかも含めて あのコンソーシアムになっているので、なかなか難しいところもあるんですが、皆さんすごく協力的にこういったこの実証を成功させようという形でやっていただいているので、こういったつながりっていうのは今後に対してもすごく広がっていくことだと思いますし、こういうことをやることによってお互いの、良さというところが分かって、まあ、お互いの協力関係ができることによって、まあ、日本全体としてお互いが高め合っていくことができるんじゃないかなというふうに感じております。およそ2年間に及ぶ準備期間を経て、2022年2月実証実験が始まった。出発から到達まで安全に航行を終えることが、まあ、最大の目標です。東京都港湾局のディファスプロジェクトへの関わりとしては、まさにコンテナ船スザクがどの埠頭から発着するかという場所の選定を行いました。実際に共用している埠頭を使いますので、現在の利用者や施設管理者などとの調整手続きが必要になり、実はそう簡単ではありません。今回のような実証を行う上での一つの難しさだと思っています。実証実験の、ま、日を決めるために、まず1ヶ月ぐらい前からあの、ま、予測をだいたい1ヶ月の中でこの週のこの日あたりに実証実験ができそうだっていうのを、ま、予想を立てていくんですけれども、毎日こう修正、予測の修正っていうのをかけていくと、だんだんとこうあのこの日が確実かどうかっていうのが見えてくるものではあるので、あのだいたい10日前ぐらいには確実な日にちっていうところを絞り込んでいけるような形です。そういうことか。FOC 側もスタンバってまして、コンテナ船橋、全てスタンバイということで、航路も決まってあとは出航するのみ。じゃあ船出します。お願いします。スラスト入った。入ってます。はい、スラスト入った。
はい、じゃあディバススタートします。よーい、ステップ。はい、ディバスオンです。ティースコードステータスノーマル。はい、自立航行開始。はい、アルス出すよ。戻ってからでいいですよ。よく避けてるよ。いや、よくないですよね。結構今回船が航行される海域で、過去に起こった海難、こうした事例をですね、具体的にこちらから提示させていただきまして、海上保安庁が持っておりますAIS データとのですね、リアルタイムの連携など、海上保安庁が持っているリソースというものがですね、こうした自動運航あるいは無人運航といったものに、どのようなこう活用の余地があるかなどですね、こういった点についても協力をさせていただいているところでございます。出版10分前ですね。はい、あと10分で出版ということになりましたので、じゃあきっかり1トンと丸々11時出版ということでよろしくお願いします。はい、了解です。はい、出航しました。はい、はい、では、はい、ディーファス入れます。はい、オン。はい、オンしました。じゃあ、ディバースイッチシステム、オン。はい、ノーマル。自立航行開始しました。はい、はい、トラックコントロール入りました。大丈夫ですか。一応そろそろいいよ。はい、本日メインイベントになりました。これはあれかね、アルスのままで行くかね。そうですね、はい、まずはアルスで頑張りたいと思います。はい、スタートカルキュレーション。Route accepted.
は、はい、タグに囲まれてます。西洋東京マークチャンネル14、糸4どうぞ。これチャンネル現金規制サイズに東京マーク。あ、出ました。出た。出た。出ました。ルート submitted. ちょっと右に振ったルートですね。30m。はい。どう？キャプテン大丈夫ですか？キャプテン OK。ヨネちゃんは？行きましょう。ヨネちゃん行きましょうって言ってます。はい。え？行きましょうって言ってます。おお。よし。じゃあこれで行こう。東京マッチ、こちら第58号線浜松カメラに乗ります。はい、第58号皆さんまでこちら東京マッチ6666どうぞ。第58号線浜松カメラに乗ります。完璧じゃないこれ。もう全然十分だよね。あとはもう肌マスクっていうだけです。じゃあもう切りましょうか。切ります。切ります。切りますね。はい、どうもありがとうございます。じゃあ6時38分着ということで、はい、ありがとうございます。ディファスプロジェクトが目指すのは、無人運航船の普及による物流革命である。海運国日本の実力を世界に示すため、さまざまな検討が行われた。我々が開発している技術は間違いなく安全に寄与するものであります。新しい技術を開発導入するには非常にコストがかかります。コストをかければより良いものを開発できるかと思いますが、我々の技術開発では実際に手の届くコストを意識して進めています。それでもコストと安全のバランスは社会実装において常につきまとう壁だと思っております。そのために社会実装を目指すにあたり、開発した技術に対する価値を創造する必要があると考えておりまして、取り組んでいます。一つはやっぱりこのルール作りですね。従来のルールではもう枠を超えてしまうような無人運航船の発想ですので、ですのでこのルールを作っていく。でこのルールを作る時にも日本がリーダーシップを取って、まあ、IMO ですとかそういったところに提言を出していくというところがまず必要かなというふうに思っております。2つ目なんですけれども、従来の船員さんと呼ばれていた人たちが、まあ、実際には船に乗らなくなるので、船員という概念がもうなくなってくると思います。そういったところでいきますと、この育成システムが随分変わってくるんですね。新しい AI のその知識も必要かもしれませんし、遠隔操作の技術、あとは通信の技術も必要になってきます。こういった新しい船員像を作り上げていくということ、それと、まあ、それに伴ってそれを育成する機関のカリキュラムを変えていくということ、こういったものもの次に必要になってくるのかなというふうに思っています。今世界中でこの自動運航船の技術開発が激しく競われている状況でございます。今までいろいろ俗人に調査とかやってるんですけど、日本はそのセンサー技術が結構揃ってるんじゃないかというふうな調査結果もありまして、その認知の部分をうまく生かして差別化するというのが、まあ、大事なんじゃないかなというふうに思ってます。そこの部分をうまくこう基準に落とし込んでいくとか、あるいはなんか安全評価
のガイドラインを作って、その日本が得意な優れたやつをうまくこう、見える化してですね、で世界の中で競争力をつけられないかと。例えば船舶が着岸する岸壁の改修などがあると思います。船舶側の自動離着傘機能と岸壁側の係船施設との関係で言えば、まず今ついている防舷材や係船柱がそのまま使えるのかどうか、これを検討する必要があると思います。岸壁側にも自動係船装置のようなものを新しくつける必要があるのかどうか、それから今後は無人運航船への電力の供給、いわゆる陸電施設についても必要になるのではないかと考えています。無人運航船を一体どういうユーザーがどういうニーズを持っていて、でどういうその場面でどういう航路で空間で使うのかというところを検討しています。今 e コマースがすごく普及してますけども、どちらかというとこう小口輸送で、細かいいろんなところにこう早く運ぶというニーズがあれば、じゃあそれに合わせてじゃあ船をもう少し小型に設計すべきであるとか、その使われる用途に合わせて、無人運航船のシステムも考えるという、それをセットで検討をしております。それ以外にも2040年ぐらい将来になると洋上風力の建設が増えると、そうすると洋上風力の建設やメンテナンスで人を運ぶ、あるいは資材を運ぶときに無人船を使った方がいいんじゃないかですとか、そういうその将来の使われ方を想定して、じゃあその時の船のあり方、システムのあり方を考えるというところをやっております。次世代を担う子どもたちですね、私たちの世代でこの技術が完全に 100% 以下というとそうではないかもしれません。今の子どもたち、あと20年したら30代もうメインでもしかすると無人航空船を使う世代になってくるかもしれませんので、この子たちに今からこの技術というものを分かっておいてもらう、もしくはその海離れしないようにある程度海に関しても関心を持ってもらうと、そういう部分においてはこの無人運航船というものは一つのいい要素になってくると思います。我々の取り組みを通じて未来を担う子どもたち、若い技術者、これらの方々に夢を与えられたら良いと思っています。我々の取り組みを知っていただき、ワクワク感を覚えてもらえたら嬉しいと思ってます。海がもっと身近になる未来に向けて、大きな夢を乗せた無人運航船の航海が今始まった。